はい。続いてですね、今の技法を使って、今度は動画にですね、ちょっと応用例として、解説の方をしていきたいと思います。まず、新規コンポジションを作りまして、こんな感じで、普通にまあ動画をこういう風うに配置します。そして、次、コンポジションですね。はい。作りまして、二つ、今のやつを乗っけるんですけども、はい。一個一個ちょっと解説していきますね。まず、下に引くものは、こんな感じの、 はい、ものになります。これはですね、白黒エフェクトを使います。そして、レベルです。まあ、シュークロエフェクトね、いろいろといじれますんで、まあ、赤系とかね、こういうふうに微妙にいじって演出すると面白いかなと思いますが、これをですね、少しだけちょっと大きくしてきます。まあ、別にこれあんまり大きくしなくてもガンとする必要はないんですけど、こんなような形にします。そして、もう一個。はい、こちらの動画ですね、上の方に重ねたもの。えー、これなんですけども、これは大きさをもう120とか130とかにしちゃって、このように重ね合わせます。 はい。そうすると、まあ今上の動画しか見えてないんですけども、はい、上の動画ですね、ちなみに何をやるかというと、再度、自然なサイドで下げまして、少しちょっとレベル補正で明るさを上げちゃいます。それで、ここで明るさを上げたところで、今度はブラインドエフェクト、前回使いましたよね。ブラインドエフェクトを使って90度で設定します。そしてそれを、だんだんと約2秒ぐらいかけて、こういうふうに、まあ次の場面転換にするわけなんですね。 はい。終わるときもこういうふうに終わります。で、ここなんですけども、例えばブラインド以外に何があるのかなって、まあ、エフェクトのですね、トランジッションというとこを見ていただくといっぱいあるんですけども、例えば、ブラインド以外でもですね、カードワイプなんかも使っても同じような感じで、よいしょ、あ、ここだ、よいしょ。 はい。ここでやると、カードワイプ使ってもこういうような感じの、えー、ワイプパターンみたいなのも作れますんで、まあこの辺はいろいろと使ってみるとですね、ブラインド以外でも面白い効果が出るかなというふうに思います、えー。今回ちょっとブラインドでやってみますが、こういうふうな形で、はい、出来上がりました。ここね、上と下、まあ上と下のムービーの大きさが違うと、より目の錯覚とかね、作りやすくなるんで、まあこの値をうまく調整することによって、こう比較的、なんというか演出が高い効果っていうのが得られやすくなります。